みです。今日はちょっと一度はやってみたかった自分への密着をしていきたいと思います。ちょっとゆるい密着動画になるかなと思うんですけど、普段どんな風な生活をしているのかなっていうのを動画ブログみたいな感じでご紹介できたらなと思うので、一緒にお出かけしているような気分で見ていただけたらなと。自分への密着動画スタート。よいしょ。おはようございます。左右タイムです。寝起きでいつにも増して声が低いんですけど、今日は自分に自分で密着していこうと思います。早速朝の酵素タイム、みかんを食べようと思います。そんなわけで、最近よく質問もいただいている美容のこの部分どうしてますかっていうのを今日は2つ言ってこようと思うので、どちらも1つはいつもお世話になってるとこなんですけど、新しいことをしてくるのでちょっとどんな感じかレポートしていきつつ密着していこうと思います。それではメイクしよう。先ほど妖怪みたいな寝起きが出てまいりましたが、朝のむくみ顔にはマッサージは欠かせまへんね。今日はどんなメイクにしようかな。あーちょっと苦しい。生ハッカな気持ちじゃダメだ。私はしゃっくり当事者じゃないんで。本日のリップは、じゃん、マキアージュの新作のドラマティックルージュ。ちょっとヘルシーなジューシーっぽいメイクにしてみました。そんでもって今日は一日撮影したりするので前髪が邪魔になりそうなのでねじって止めます。こうアメピンをゴールドにするだけで勝手にちょっとおしゃれっぽくしてくれるという。それでは出かけます。恵比寿に着きました。ちょっと今恵比寿の端っこで撮ってるんですけど、最近デンタルケアはどうしていますかっていう質問をいただいたんですけど、私がいつも行っている美容院で気軽にできる歯のホワイトニングっていうのが始まったみたいなので、今日はちょっとそれを予約しているのでレポートしつつちょっと試していこうと思います。行ってきます。恵比寿に到着しました。で、今日はセルフホワイトニングっていうのをやっていきたいと思います。本来の歯の白さを取り戻すっていうホワイトニングみたいなので、歯医者さんとかってやった後にコーヒー飲まないでくださいとかそういう制約が結構あると思うんですけど、このエニシのセルフホワイトニングはもうやった1秒後からコーヒーとか飲んでいいみたい。結構色素沈着とか、私ほんとカレーとかコーヒーとか色のついた食べ物好きなので結構気になってるので、ちょっと今日は試してみたいなと思ってやってきました。で、ほんとセルフホワイトニングだったので、こう自分でどん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 手順をやっていくみたいです。なのでちょっと早速やっていきたいと思います。歯磨きをしていきます。こういう分かりやすい説明があるので。もしもし、すみません、マウスピースって。はいはいはい。あ、そういうことか。そうそうそう。あ、そうです、そうです。あ、私もちょっと電話ともね。はいはいはい。エヘンはエヘやんがい。あ、エヘンはな。
これで2回分のホワイトニングが終わりました。綺麗になったかな。見てみたいと思います。あ、白い。あの歯医者さんのホワイトニングみたいな真っ白っていうんじゃなくて、自然な歯の白さになるので、すごくナチュラルな、やっぱなんか漂白してるとかじゃなくて本来の自分の歯の白さに戻る感じだからかな。こんな感じになりました。前半戦と同じ色になりました。最初がこの S14 ぐらいの黄色さだったんですけど、最後の方はこの 1,2,3,3 つぐらい下の、もうちょっとひょっとしたら S6 ぐらいまで白くなりました。やったー。そんな感じで簡単にセルフホワイトニングが終わりました。トータルで40分でこの一気に白さになりました。難しいこと全然よくわからないんですけど、酸化チタンと青色 LED によって光触媒という化学反応が起き、汚れを浮き立たせて分解してくれたみたいです。殺菌機能だったり消臭機能だったりっていう効果もあるみたい。初めのうちは短い腕でちょっと通った方がいいみたいなんですけど、そんなにエビス通ってられませんわという方にはこういうじゃん、ホワイトニング用の歯磨き粉とこの歯のトリートメントを購入することもできる。もう何より私一回あのね、歯医者さんで昔ホワイトニングした時に痛みが発生したのがトラウマなんですけど、このセルフホワイトニング本当もうなんか痛さとかゼロで、 LED 当ててる間ぼーっとしてればいつの間にか白くしてくれるので、しかもこのね、人をダメにするクッションみたいなのがついてるので、優雅な気分で簡単にホワイトニングできたのがすごく良かったなと。もう美容院だけどホワイトニングもできちゃうので、ちょっと気になる方はぜひ同じこのソファーで寝転んでみてください。こんな感じでホワイトニングは無事に終わりました。今日の格好はこんな感じです。スナイデルのトップスにオープニングセレモニーのパンツで、靴下屋さんの真っ赤な靴下でマーチンを履いてます。バッグはモスキーノのものです。実は椿さんが遠くに見切れてます。マキちゃん、マキちゃん、ああ、チラこんな感じの格好をしています。このね、ヘアカラーとかも今すごい絶妙な色になってるんですけど、全部このエニシさんでやっております。エニシさんをお借りいたしましたが、お腹が空いたのでご飯を食べに行きたいと思います。恵比寿から代官山まで歩いていきたいと思います。それぐらいの距離だったら結構普通に歩いちゃうので行ってきたいと思います。サラダ屋さんに向かおうと思います。この2階にあります。ごちそうさまでした。ちょっと次の時間が空いてるのでコーヒーでも飲みに行こうかなと思います。いつも行っているお気に入りのあのスポットに行ってきたいと思います。ただいま蔦屋書店の外にいます。ネイルサロンに行っていきたいと思います。本当に爪が弱いんですけど、爪が弱い人でも大丈夫なネイルサロンということなので、ちょっと楽しみに。また代官山から中目黒に向かって歩いていこうと思います。中目黒のネイルサロンなので、それではレッツラゴー。到着いたしました。すごく綺麗で居心地の良いサロンです。今回はこちらの削らないネイル、シェラックっていうものをやっていただこうと思います。なんでもマニキュアとジェルネイルの中間だそうです。で、私本当に爪が弱いので、こう地爪に優しくて短時間でつけられて取るのも簡単っていうネイルなので、ちょっと楽しみです。最初にケアからやっていただきます。人生初ネイルサロンなんですけど、この指触って
もらうって気持ちいいですね。続いて甘皮の処理でございます。今回はチョコレートっぽいカラーを選んでみました。終了です。ありがとうございます。こんな感じに仕上がりました。可愛いし、いわゆるジェルみたいな厚みが一切ないから爪が補給してるような気がします。今回は中目黒のシェーネフラウさんでチェラックというジェルネイルとマニキュアの中間というネイルをやっていただきました。もうね、爪が弱い私がジェルみたいな綺麗な手元を手に入れられる幸せって感じです。3週間とか持つ人は持つみたいで、もちろんあの個人差はあると思うんですけど、でもジェルみたいに削ったりしてないので本当爪にいいものなので、人生初のネイルサロン体験が終わりました。単純に本当気分が上がって嬉しいなと。ぜひ中目黒行ける距離だよっていう方はお店に行ってみてください。はい、これせー、あ、帰宅いたしました。10時18分です。夕ご飯から帰ってくるまでの間の時間がポッカーンって撮影が空いてましたが、じゃん、友達と焼き鳥を食べて帰ってきました。そんな一日の食生活と美容デーでございました。今ね、もう眠いの、私10時18分で眠いってどんだけ健康有料時なのでしょうか。もう完全に眠いです。そんなわけで今日はセルフホワイトニングとネイルをやってきました。どちらも通常のものよりも簡単にできるっていうのが、時間短縮したい日々を送ってるのでせっかちだから。そういう意味でもすごくありがたいし、なんか簡単にきちんとした効果が得られるっていうのがすごく、いいなと思いました。で、今回私が動画で通っていた、いつもお世話になっている美容院の絵西と、そして初めて行ってきたネイルサロンさん、概要欄の方にホームページとかもろもろ載せているので、ぜひ私の視聴者さんにも遊びに行っていただきたいなと思うのでね、ちょっと東京なので行ける方は限られているんですけど、お試しに行ってみてください。はー、いい夢見れそう。幸せな夢を見に眠りにつこうと思います。ちょっと久しぶりにロケというか外で撮ったので、高評価とかが多かったらまたこういうこともやっていきたいなと思うので、ぜひ応援お願いします。この動画を楽しんでいただいた方は高評価ボタンと、ぜひチャンネル登録もお願いします。インスタグラム、ツイッター、オフィシャルブログも日々綴っているので、概要欄の URL から飛んでフォローやチェックもお願いします。最後まで私の一日をご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でもお会いしましょう。石井亜美でした。